ありがとうございました。続いての曲はあなたにと花見月です。あなたにはモンゴル800で歌っているこの曲とは違った味わいのあるハーモニーになっています。花見月は昨年映画にもなった琴洋舎の代表曲です。以上、続けてお聴きください。Thank you.